こんばんは、シンガリンコです。私の曲ワンナイトがアップルミュージックのプレイリスト初めての JEDM のラストソングに選ばれました。私がアーティストとして今まで自分をどうキープしてきたか、アンチエンジング、節約美を体験したことなどをこのチャンネルでお話ししたいと思います。皆さん、シミをどうやってカバーするか悩んでいませんか？リクエストがありましたので、12社のメーカーさんからプチブラのコンシーラーをご紹介します。ではちょっと実験で、このブラウンのアイライナーで薄いシミにいいセザンヌのコンシーラーだと消えるかな。こんな感じです。ちょっとね、ほら薄く出てきちゃうんですよね。このエチセだと、ちょっと危ないかなって、もう結構隠れてるけど、ああ少しほら薄く見えちゃうんですね。まだ他にもちょっと試してみましょう。ザ・セム塗ってみます。ザ・セムいけるかな。すごい伸びるので、これがいいと。あ、結構カバー力ある、すごい、結構隠れました。結構いいんですけど、やっぱりちょっと無理かな。キャンメイクでこのこれを隠してみます。お、結構いける。あ、結構いける。あ、私間違っちゃった、ごめんなさい。もう一度キャンメイクで隠してみます。あ、隠れた、すごい、結構隠れました。結構いいです、キャンメイク。おお、すごい。メディアのスティックコンシーラー、これいきますよ。わ、すごい、一発で。わ、すごい。あ、どうかな。結構重ね付けすると消えました。ちょっと危ないけど、少しわかるくらいかな。でもだいぶ綺麗です。このメディアの一番いいなと思ったクリームコンシーラーで、おお、すごいね。メディア見て。ではメディアのコンシーラーで、すごい、メディアのコンシーラーすごいな。隠れました。すごい、メディアのコンシーラー半端ない、すごい、消えました。わー、メディアのクリームコンシーラー、あの濃いシミの方におすすめです。これナンバーワン。やばい。まあでもね、カバー力がいいってことは、ちょっと厚みがありますので、あの薄いシミの人が使うのはなんかここだけちょっとねべったりしちゃうので、やっぱりね、シミが薄い方はやっぱりそのシミに合わせたちょっと軽いコンシーラーで隠した方がファンデーションのツヤ感とか質感に馴染みやすいので、やっぱり濃いシミがある方はツヤ感はないかもしれないけど、しっかり隠すためにこちらのコンシーラーを使った方がいいと思います。では皆さん、ぜひ試してみてください。こちらのメディアのコンシーラーなんですけど、定価は800円なんですけど、ドラッグストアに行くと600円ぐらいで買えます。なのでぜひドラッグストアに行ってチェックしてみてください。では今回の動画が良かったなと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録、そしていつもコメント見てますので、よかったらリクエストも書いてください。バイバイ。 We are the